はい、事前調査の、後編ですね。どこやったっけ？マーチステークスと、高松の件、行きましょう。はい、マーチステークスが、ここだ。アイブライトの話、ちょっと待ってよ。これ、どうなった？ごめんなさい。トースが16と、フルゲートか。アイオン島だけか、一人だと。了解。オメガレインボー、カズオさん、56.5キロ。ブルベリーで57キロ背負うんだな、佐々木さん。アナザトルス57.5、ソガラキラスさん、ダナスフレンダーサイトスさんで56.5オメガレインボー、ブルベアイリーダー、カーデナーじゃなくて、ワイドファラオでもないな。この4頭が1桁ずつ乗ってもみたいな。了解。マッチステークスおもろそうっすね。高松宮記念の1個前か。ですね。阪神やって、中山やって、中京っすね。はい。なるほど。あと、カーデナ、ワイドファロー57.5。トップハンデが57.5で揃ってるんですね、3と。マイネリキツバキ、名称ハリオ57。デュープラス57。ボバで最低いハンデで55。デルマルーブル。そこそこ重たいの背負わされない。あれ、ここ毎年こんな重かったっけ？レピアウィット。いや、50、あ、背負ったやん。あ、牝馬やからか。でも、モヤガレンボ去年50で走ってんで。どうでもいいか。54とか55おれへんの。うわ、重、みんな重。そんな僅差ないってことね。この舞台ね、中山選手候補者を、買おうかとか、どうしようかっていうか、結構考えるんですけど、去年はね、確かレピアウィット、あれですよね。あ、ですよね。レピアウィット、シルシューって、あえて剣があったんだけど、これ去年。なんか忘れたな。ヒストリーメーカー、メモリーコール、無印ちゃうかった。な。あ、ですよね。持ってなかったな、2、3番人気やったらな。人気ボスの仲間。レピアウィット抑えとったのにね。あ、そう、この前普通にね、中山さんち結構走ったんでってことで、去年も3着で、やっぱマーチステークスの時期ぐらい走るやつがいいんでしょうね。え、今年おったっけ？ちょ、待てよ。アナザーレインボー、オメガレインボーぐらいじゃん、リベンジちゃう？リベンジマッチ。オメガレインボー何着？ 4 着。あ、やっぱこれか。そうなるやろうね。去年アメリカ人の負けたやつやね、これね。ですよね。なるほど。オメガレインボーリベンジですか。了解です。それぐらいしかおらんねえな。オメガレインボーリベンジ。カツオさん56.5。去年でも50何？読んできてた。50？50か。2.5キロ増。まあ、筋量問題ないっしょね。多分56、57背負ってるんで。そうか、LM2 着、武蔵野3着とか、あとオープン買っちゃった関係で、ハンデ重たかったんです。中山強かったっけ、そもそも。あなた。あんま見たことないけど、中山で走ってなかった。あなたの中、1回しか走っておりません。どうでしょうか。ちなみにどうですか、あの動きとか。2度目の1008、優しい負荷をかけた。なるほど。馬をびっくりさせないように。去年最高峰から4着で食い込んだ。あの時、後ろから競馬走った時、スピード生かすだけの競馬で実験会議でた思った以上に回が入る。あ、ほんまか。ほんまか。この内容だけで俺は本命打てるんかな。でも、ダノンスプレンダーは前走ポロックス買ったんで、もうええかなと思ってん。そう。前走オープン買った馬ね、意外とこうポカするって俺は思ってんねん、勝手に思ってるだけな。ごめんなさい。ブルベアちゃんは前走東海走ったんでポカするかなと思って、しかも左回りがいいよねと思ってる。アナザートルースはね、ここ確か勝ってるんちゃうかったっけ？ごめんなさい、勝てなかったわ。マンタレスだけやったっけ？ごめんなさい。アンタレスだけですが、アンタレスだけでした。アンタレスを連覇してません。ごめんなさい。1着、1回、1着。中山でも強かった気せんけど、これちゃうかった。ごめんなさい。中山見せてください。中山。ややもで強い。了解。中山、くさい。豪勝してるわ、これ。か あ、そうか。思い出した。中山で走ってるから阪神も走ってるでしょうよって。ああ、思い出した、これ。ああ、せやわ。そうや、そうや、せやさ。1000万、1600万まで中山で4勝しとって。あ、そうそうそう。ね、アンタレスも見るでしょうよって、アンタレス買って。そうでね。ああ、中山でですね。5勝してる？え？ 1、2、3、4、あ、5勝しました。中山で5勝してるんや。じゃあ中山やろ。マーチステーク初めてな、お前ってこと。アンタレス、ダイオ、あ、そうか、いつもあれか、ダイオライト走ってたからか、去年。ああ、今年ダイオライト荒れたからな。
ダナンファラー負けたしね。うん、すみません、余談でした。そうか、そうか。去年もだからダイヤライド、今年もダイヤライド走ってる、これ。今年はこう来たよね。あ、名古屋大商店走ったからか。でもローテーション的にやっぱ中山が強いねってこと今思い出したの、これ。あ、じゃあ買おう。多分うまかったよ、これ。ついに。お前、そういえば中山強いでね、言うて。あ、中一周、これ。地方で使って仲良しで持ち帰っていいな。ああ、全部叩いて、ここか。じゃあ、アナザートルスしとくか、知らないな。57.5、菅原明君頑張れるんかな、これ。菅原明君のちなみに、騎手の成績どうですか？ああ、どっこいどっこいやな。三浦昴生さんと戸崎さんと、ちなみにここ浜中さん強いの俺知ってね。そうやね。実はここ浜中さん1221で意味やからん数字叩いてんの前から知ってん。待って、浜中さんやろ。ちなみに、浜中さんを、名将ハリオ。なるほどね。そっち乗るんか。チャンピオンズ走ってきたしな。都ステークス買ったもんだしな。なるほど。これに乗ってくるのか。前走 G1 明け。押さえとこう。怖いわ。ちょっと怖いな。前走 G1 明けの馬。危ない。押さえとこう。対抗ぐらいにしとこう。ちょっと待って。前走 G1 明け。あー、ベルマルーブルもか。いやー、でもこれちょっと待って。前走、チャンピオンズカップ走った馬にしとこう。2頭だけか。了解。わかりました。これ押さえとこう。前走 G1 明け。めっちゃ怖いね。惨敗してても毎回出る、これ。押さえときましょう。対抗までとこう。はい。最後に高松宮城 G1 レース行きましょうか。言って、はい。レシステンシア、横山高、あ、そうか。ごめんなさい。ごめんなさいっていうか意味が、マーチステークスとは、相番じゃない、同日なんで、屋根があれか。レシステンシアね、竹下さん乗り換わり、スルメちゃんいないんでかな。グランディアガード、福永さん乗り換わり。まあ、これはグリスチャン、デブーロからなんで、問題ない。エキメゲールのそのまま、池添さん、ここまでが一桁落ちて、スポン。で、もう高松宮記念限っても枠、大体印決めましたけど、あ、枠順決まってないの。え？明日か、これ、枠順。あ、そうか。マジか。枠順決まってからにしようだけど。大体印打ってん。大体な。大体な。大体打ってん。大体な。大体レシステンシャとグレナディアガーズのワンツーでいいかなっていうところ。あと、まあ、突っ込んできて、ナランフレグ、儒教させてくる。最近姉妹すんごい堅実なんで。というのもね、なんかゴールダリュー3区なんで、時計かかるババがもちろん歓迎なんですけど、いや、最近の姉妹ちょっと確実になってきたなと思って、まあまあ前からね、姉妹は使えるんですけど、着順が伴わなかったんですよね。でも最近ね、しっかり、ある程度取り付いて、馬券絡んでるなってイメージがちょっと強くなってきたんで、単なる姉妹化しただけじゃないなってのが出てきたんですよね。これが結構でかいかな、最近。ちょっとまた、進化しましたねっていうところですね。はい。とあと、まあ、メイケールが一応前走、復活したんで、ちょっともう一回怖いかなってところ。サリウスがちょっとスピード力どうかなっていう、発動性にいってとこ、ハテナ。ジャンデルも前走勝ちましたけど、中山巧者で、中京の成績が一応先頭4着あるんですけど、まあ、これ評価したら、そこそこ評価できるんでしょうけど、ちょっとこの時が、もしかしたら中京で一番できよかったんちゃうかなってことで、やめておきます。あ、ダイアトニックは、去年、3着やったっけ？ですね。繰り上がり3着ですよね。まあ、ただ、年齢、まあ、阪急が良かったから衰えてないんですけどね。岩田さんか。インコースついたらおもろいかなっていう回答はありますけど、そこまで評価しておりません。ロードカナラ3区。前走目いっぱい使った感あるんですよね。ちょっとお釣りが残ってないかなっていうね。京都銀馬走って次本気ですよみたいな話だったので、はまあ、ここでしょうね。どっちかっていうとね、グレナディアガーズ頭でレシステンシャ2着の馬単でいきたいんですよね。こっちかな。中京やったら福永さんかな。初の戦にですけど、まずレコード叩いてるんで、レシステンシャそうですけどね、阪神戦6の2歳戦レコード叩いてます、両方で。前走戦4阪神って上がり最速で1馬身半圧勝でした。時計もそこそこ優秀な時計で回ってきたんで、いいと思います。距離短縮でもいいと思ってます。もうスピード力間違いなくあるんで、1006より絶対1002の方が、まあ1004がベストでしょうけど、いいと思ってます。直行下も間違いなくここは本気ですよね。レシステンシャも同じですけど、高音でいいと思ってます。ウマーレン、あと枠順、大外引いたらまずいかなってところですね。最内も嫌やけど、こんなもんかな。
身カップで、やっぱえげつないスピードで勝ったのは、やっぱグランレグリアもそうですけど、戦に来ても通用はすると思ってますので、はい。いや、うん、福永さんでしょう、いい機種抑えましたね。川田さんとルメちゃんがおらん中、この2人は、まあ、ノーザーハームなんでね、なかなかいい感じで席は空いてたなっていう2人ですね。ここでしょうね、生まれん4倍ぐらいちゃう、もうちょいあるかな、メイケールからな、生まれん 4.5 5倍やないか、4倍ぐらいな、メイケールおるか、ちょっと吸い取ってくれよ、よろしくお願いします。はい、ということでこんなものにしときましょうか。また本チャンでお会いしましょう。ご清聴ありがとうございました。